オリエ、また始まったよ、梶山たちのいじめ。うん、ムカつくことはムカつくけど、サイガも悪いのよ。いつも軟弱でさ、いくら私がクラス委員だからって助けてやる気なんてないわよ。ええ、うまいね。キリッレイ着席。やはりお坊ちゃまはいじめられている。上手の人でした。血管の膨れた頑丈な手をいろりの焚き火にかざしながら、それからそれと愉快な狩りの話をしてくれました。その中に今から35、6年。お坊ちゃま、おいとおしや、ここは私が。いや、これでは目立ってしまう。何、梶山くん。久しぶりに学校に来て何の挨拶もなしかよ。俺たちの使いっぱのくせによ。あ、ごめんね、あの。なめんじゃねえ、あまじのゴンゴンゲよ。お坊ちゃま、やめなよ梶山くん。サイガが何したっていうの。何、あの子はよし。ありえ、なんだよ、お前マサルのこと好きなんだろ。違うわよ。だったら引っ込んでろよ。お前もマサル菌の仲間にすんぞ。やめてよ梶山くん。上田さんもいいんだよ、僕ならいいんだ。何言ってんのよ、あんたがそんなんだからいじめられるんじゃない。うん、別にいいんだ。何笑ってやがったバカにしやがって。お坊ちゃま、こいつ違う、今までと違う。最後、ごめんね、脅かしたくなかったんでバンダナで隠してたんだ。でもどうせ分かっちゃうのにね。次の時間体育だから、こんなこと言いふらすことじゃないけど。僕が学校を休んでたのは旅行に行ってたわけじゃないんだ。僕すごく怖い目にあって、世の中には人を殺すのを何とも思ってない人たちがいるって知ったんだ。これはその時に負った傷なんだ。だからそれに比べればどんなにいじめられたって何でもないんだ。でもね、言いたいのはそんなことじゃない。何笑ってんだって梶山くん聞いたよね。それは僕を助けてくれた人がいて、その人はどんな時でも負けなかった。どんな危険な時だって笑っていた。だからその人みたいになるには僕は笑わなくちゃ、笑ってなくちゃいけないんだ。